名前川野勝松本エムザさんの自己実家を朗読させていただきますう子さんが離婚という道を選択したのにはご主人の実家に理由があったという。結婚当時 義実家には義母と義理の妹と義母の姑にあたる義祖母が暮らしていた義父はご主人が高校生の頃にすでに亡くなっておりしょうこさんがほとんど顔を合わせることがなかったほぼ寝たきりの義祖母も結婚三年目の年に他界したさらに 義母までも介護から解放された反動で買い物だ旅行だと元気に飛び回っていたのにもかかわらず義祖母の死後わずか1年で心疾患のため急死してしまったちょうど交際中だった男性との同棲結婚の話も出ていた義妹から「自分は」 この機会に実家を出るからお兄ちゃんたちがここに住めば」と提案があった2階建ての 5LDK 閑静な住宅地にありながら駅からは徒歩圏な上周囲には学校や病院スーパーなどがそろい周辺環境も充実している そろそろ子供をと考えていたしょう子さん夫婦にとってそれは実にありがたい提案だったアパートを引き払いご主人の実家で新生活を始めたが数週間もしないうちにしょう子さんは頭痛や倦怠感などの体調不良を感じるようになった引っ越し疲れかとも思ったが 仕事中は大して気にならず自宅に帰るとドッと症状に襲われる加えて家の中で妙な物音を耳にするようになったしょう子さんが台所に立つ際リビングへつながる方角から 何かがぶつかるような音が聞こえてくるのだ振り返ってみてもそこには誰もおらず電化製品の異常なども見られないご主人の在宅時にも聞こえたことがあったが「そんな音聞こえた風邪じゃなくて」と家の中から聞こえているのだと訴えても聞く耳を持たない。 そんなさなか義舞が顔を見せに現れたこの家にいると妙な音がするあなたが住んでいた時は聞こえなかったわらをもつかみたかったしょうこさんは義舞に事の次第を説明したすると義舞は「ああそれね多分おばあちゃんだよ」「あっけらかーんと」 とんでもないことを口にするおばあちゃん寝たきりになる前に長い間歩行器を使っていたでしょそこんとこちょっと段差があるじゃん通ろうとするたびに引っかかっていたんだよねカッカッてその音がおばあちゃんが死んじゃってからもたまに聞こえてさまだ この世ねメレンがあるのかねえ。などと義舞もご主人もむしろ微笑ましいエピソードのように語り合うさらに義舞は「お姉さん前からそんな言い方していたっけ?」などと妙なことを聞いてくるいやイジャケルだなんてさ東京出身って 経歴差しよう「いじゃける」というのは北関東の方言で「腹が立つ」を意味するという義妹くしくう子さんが会話の合間に「ああいじゃけるはほんといじゃける」と何度もつぶやいていたのだと「そうだな最近よく使っているなあ」 ご主人もそれに同意する。う子さんは驚愕した彼女自身にそんな発言の記憶は一切なくましてやイジャケルの言葉自体初めて知ったからだそれママの口癖だったよね亡くなった義母は北関東の生まれで感情が高ぶった時によく方言が出ていたのだと兄弟は語る この家には姑と大姑が今でも居座っているすぐにでも引っ越そうといううこさんとそんな大げさなというご主人との間に生まれた溝は埋まらずに結果離婚という形になった元旦那再婚するみたいです共通の後輩なんだけれど彼女があの家に耐えられるか 正直ちょっと見ものだなって現在の祥子さんは健康そのもの知らない方言をつぶやくこともなく至って平穏な日々を送った。